おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新情報をお届けしていきます。スーパーチャージャーの新しいプログラム、新世代 AI チップの開発、そしてメガパックの進化、 この3つの分野でテスラは大きな変化を起こそうとしています。本日も最後までご視聴ください。まず最初にテスラがアメリカで始めたスーパーチャージャー4ビジネスという新しいプログラムです。これはビジネスオーナーに向けた仕組みで店舗や施設のオーナーが V3 や V4 のスーパーチャージャーを購入して設置できるようになりました。 設置後の運営やメンテナンスは全てテスラが担当します。さらにテスラのネットワークと同じように稼働率97%が保証されると発表されています。では、このプログラムがどんな意味を持つのか。まず、オーナーの視点で言えば、充電器を設置することで EV ドライバーが立ち寄りやすくなり、結果としてお店や施設の利用者が 増える可能性があります。さらに充電中に店内で過ごす時間が増えるので、売り上げのアプリも繋がるでしょう。 投資家の視点で見れば、これはテスラが自前で全てのスーパーチャージャーを設置するのではなく、ビジネスオーナーを巻き込むことで、ネットワークをさらに早く広げていくという戦略と言えます。設置された充電スポットは、テスラ社のナビゲーションにも組み込まれるため、ユーザーの利便性と利用頻度も自然に高まっていく仕組みです。つまり、このプログラムは、オーナーにとっても、投資家にとってもメリットが大きい動きだと、 と言えるでしょうこれは僕はめちゃくちゃいい取り組みじゃないかなって思います。テスラオーナーさんは社長さんの方も多いので、これはぜひ会社に取り入れたいと思う企業も多いのではないでしょうか。では次に行きます。次のニュースは、テスラが開発している AI チップ AI5 と AI6 についてです。イーローマスクさんは AI5 の設計レビューを終えたことを明らかにし、 これは伝統的なチップになると表現しました。さらにその次の世代となる AI6 については、 これまでで最高の AI チップになる可能性があるとコメントしています。AI5 については2500パラメーター未満のモデル向けの推論チップとして最も効率的でシリコンあたりのコストも低くワットあたりの性能も最高になると述べています。そして AI6 ではその性能がさらに大きく前進するとされています。ここで投資家にとって注目すべき点は AI6 が道場の後継になると見られているということです。テスラはこれまで独自のスーパーコンピューター道場を開発していましたが、方針を転換し、AI5 と AI6 の開発に集中する形になりました。AI6 はサムスンのテキサス工場で製造される予定で、すでに165億ドル規模の大型契約が結ばれています。オーナーの視点から見ると、 この進化は自動運転やロボタクシーの性能向上に 直結する可能性があります。より効率的なチップによって車の AI がさらに高度に進化するということになります。投資家にとっては自社製の AI チップを開発することでテスラが将来の自動運転やロボティクス分野で他社に依存しない強みを持つことが大きな意味を持ちます。つまり AI5 と AI6 はテスラの未来の技術基盤を大きく支える存在になるということになります。では最後のニュースです。 最後のニュースはテスラのエネルギー事業に関する話題です。テスラは9月8日にラスペガスでラスメガスというイベントを開催し、そこで次世代のメガパックを発表すると予想されています。会場はボーニングカンパニーのトンネル内で行われると伝えられており、テスラがエネルギー事業に どれほど力を入れているのかを示す場になりそうです。現在の主力製品であるメガパック 2XL は容量3.9メガワットアワー、出力1.9メガワットという規模で複数のユニットを接続することで電力網を支えることができる大規模な蓄電システムです。今回の次世代モデルはそれをさらに進化させたものになると考えられています。実際にテスラのエネルギー事業は大きく成長しており2025年第2四半期には 9.4GWh が導入され、収益は34億ドルを超えています。こうした数字からも この分野がすでにテスラの重要な収益源の一つになっていることが分かります。オーナーの立場で見れば、家庭用のパワーウールを超えて、社会インフラレベルでテスラのエネルギー技術が活躍していることを実感できる内容です。そして投資家にとっては、自動車だけではなく、エネルギー事業がテスラを支える成長エンジンになっているという点が注目ポイントになります。次世代のメガパックの発表は、テスラがエネルギーの未来をどう描いているのか、 これを知る重要なイベントになってくるんではないでしょうか。はい。ということで今日はテスラの最新ニュースを3つ取り上げてお伝えしました。まずはビジネスオーナーに向けたスーパーチャージャー4ビジネス。これはテスラの充電ネットワークをさらに広げ、オーナーにとっても集客効果を生む可能性があります。 次に AI5 と AI6 のチップ、効率的で強力な AI チップを自社開発することで、テスラは自動運転やロボティクスの分野で独自の強みを確立しようとしています。そして次世代のメガパック、エネルギー事業の成長はすでに数字に現れており、テスラが自動車メーカーを超えた存在になっていることを示しています。これら3つのニュースを通じてわかるのは、テスラが単なる電気自動車メーカーではなく、エネルギー、AI、そしてイン インフラを組み合わせたテクノロジー企業へと進化しているということです。皆さんは このテスラの動きについてどう感じられましたかコメントでぜひ意見を聞かせていただければと思います。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた 推進です。 今日はこれから日帰りで東京です。今日は東京で株式会社ナノトップさんの YouTube 撮影をしていきます。X の方ではナノトップの情報を時々発信していますが、今日の YouTube を撮って公開したらまた YouTube をご視聴の皆さんにもナノトップ、これをね紹介していきたいなと思います。はい、ということで今日はこれから朝一の便で東京に向かいますので、今から大急ぎで準備していきたいと思いますけれども、皆さん今週もね、どうぞよろしくお願いいたします。そして今日も素敵な一日をお過ごしになられてください。ではまた